通10グラムの蚕をこう買ってきた場合にはどのくらいの桑畑が必要かということで、約300坪、10R ぐらい、要するにその10グラムの、うん、10グラムの蚕にこの卵、卵に、卵なくて開けた方なんだっけ、下産って言って、虫になった状態でね、10グラム買ってくるわけだで、大体まあ、私の家はちょうど300坪ぐらいしかな、10割ぐらいしか桑畑がなかったから、だから要するに10グラムぐらいの蚕をこう買ってくるわけよ。その、これで障子があって食べる ね、そうですよ。だからとてもじゃない食うんだよ。だって五連なれば何しろもう音すごいでも食ってる連中のザワザワとするよ、ザワ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 って何しろ彼ら食うんだからだから毎日だから桑を買って、まあ、朝夕だよ。で桑を買ってきてです、ね、切ってね、でちょうどって湿気の多いところに入れなきゃいけないから、だから昔物があったんだよ。で常に何しろ桑の葉がしおれないように状態しなきゃいけない。だから要するに地下室があって、大体ちょっとした地下室があって、そこにみんな切ってきた桑を入れといたわけで、そうでなきゃその都度の桑畑で取り組んじゃ大変だからね。だから大体まあ私たちの子供の頃から朝1回と夕方1回で、貯蔵所といって蓄える桑の葉っぱの桑の貯蔵場ってのがあったんです。大豆農家のうちは。でそこへね、しおれないように保管してた。でそれを夕方取ってきたやつは朝レンジにくれる、それと昼にくれる。そういうことでもってね、だから蚕買ってるうちはもう本当に蚕買ってる間は本当にね、私たち子供の苦労しちゃったんだよ。もう常に泣く頃、それとまだ家畜も飼ってたしね。だからもうウサギを飼う、ヤギを飼う、まあ牛は飼わなかったけど、そうやってもう全部自給自足だから、例えばヤギだったって牛乳の代わりにヤギの乳を飲むとかそれからウサギを飼ってたから、要するにお正月にはウサギの肉を食べさせてタンパク質を得るとか、それしかねえんだもん。昔の農家なんてのはほとんどみんな貧乏なんだから、だから今みたいに裕福なお宅なんかほとんどなかった。だから全部自給自足、蚕を買ってお金をもらって、それで今言った切り物を買う、それからまた余った蚕で眉で自分の切り物を着る、作ってもらうっていう、そういう生活。こういう機械というかみんな持ってた道具は買うんですか？いや、私の家はもともとあったから、もう買うんでしょうね、やっぱりこういうのも、ね、たまたまね。炭火かな、うん、そうだね、やってるんだよ。で、うん、炭だって話はもう山仕事はああいう格好だよ、みんなああいう格好です。炭や焼くんだから、炭焼いてもう全部自給自足。炭も自給、もちろんそうですよ。だってガスなんか、ガスもなきゃ石油もねえんだから、当時の山から要するにね、1年分の薪やぼやを取ってきてで炭を作ってこういうところに入れてね、もうだからあの頃となりゃ今だから、はいどうぞ。雨の日はどうしてたんですか？クワ、雨の日は大変になってよ。だから雨の日は介護さんに話して、いちいち降ってね、こうやってね、クワの葉っぱの方雨で濡れてるでしょ。雨でも鳥にはもちろんやって、ね、彼らはまた食べたらいいんじゃない。空いちゃうから雨でも鳥はいるけど、そうそう、それで葉っぱの時はこうやってこうかき回しながらですね、なるべく水分を取って蚕にくれてたわけです。あんまり濡れてる葉っぱは、そうそう、あんまりね、うん、まあ、お腹壊すっていうかまあよくない。結局部屋の中の湿気が困っちゃったわけなんですよね、うん、だからある程度ほらあんまり湿気があると今度は蚕の病気になっちゃう。微粒子病っていう病気になるのが一番怖い、一番簡単。だからもうその頃になってくると、ほう、だいたい春頃だよね。春もだいたい4月頃ですから、5月頃だからね。だから一番、だから五霊の頃が梅雨になっちゃうんだよ、いつもね。一番食う時に、一番食う時にちょっと雨もたくさん降って、そういう時食わるんだね。だからいっぱい食べるし、だって昔はさ、今なんてカッパなんねえんだね、ゴムなんて。私なんか、ミノカサスってミノってやつだよ。ミノ、子供の用のミノ作ってもらってさ、おじいさんに。ミノって知ってる？みんな、じゃあるかよ。みんな来たんだよ。みんな来て、こう、ね、家の格好したんだよ。ねえか、ここにある。ねえ、ねえない。みの。この民族資料館にないな。みの、みの、どこにある。みのは、みのはどこでしょう。ねえ、みの、ここにないな。ないな。みの
みのないな。あ、わら大工ここにもねえわ。だからね、よほどかゴム長なんて。わらのブーツ。だからね。あ、そうそうそう、当たった。これ、これミロなんだ。これね、これも農家のね、農家の要するにその農家のね、今こんな作る人に作れない、これ作れないよこの人なんか。だからこれは全部農家が冬仕事でおじいさんがこれ作ってたんだよ。だからその頃子供のやつも作ってもらった。でこれを着てね、これだから、ええ、誰子供大人で、これはだから、これは蒸れねえんだよ、これ、蒸れねえだよ、これ、具合いいんだよ、これ、おい。昔の人は、昔の人はよく考えたもんだな。似合ってる、似合ってる。すごい似合ってる。本当にね。あれ、しょうがないとね。だから、こういうものがあったの。それと、こういうないうちは、五座を。五座を。五座を肩にかけてね。それで、桑取り。ミノだって。俺がこういう格好が勝手のかっこいい。だって長靴もねえんだもん当時は。俺私の子供の頃はだってこういうのでクワがもっとそう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 それそれでそれとあれだコスプレですね。コスプレ。それからあの農家ファッション、歴史を生きている人みたいですね。だからねこうやって目がこれどこにこれこれでちょっとごめんね。こういう感じで梅雨時でもそうそうそうご霊の解雇のためにせっせとクワを集めた、ね、これでこれがねこれが葉っぱ切るときにねこれを爪にかけてるんだよ。これね靴はあ靴ってだって靴なのね、もう昔は道理だわい。それでね、ここへみんな、これが桑の葉っぱを切る機械。これでやります。はい。でこれを両手に手にはめてね。これやったんだ。これ両手にこのとこねやってここで桑をのとこ浸透する。カッチッチッこれここが半になってるから。半になってて。うん。でこのとこ引っ掛けてるやつよ桑の葉一枚ずつ。大変だ。そうだったらこれいっぱい取っちゃって余裕じゃねえんだよおい。だからなしろだからねだから何十たくさん家買ってるうちなんかはですねあのお手伝いさん今日来なきゃダメだ。お手伝いに来て、うん、お手伝いに来ていただいてですね、うん、だからね、うん、だからねこうやって苦労したんだよ昔は。もうで道理か同じだよ。私は道理だったの。道理だからね、道理履いて雨の日だったってああいうの着てね、私の家は何しろ子供にあったかな、あとにも来たことあるな。ただこれは無理なくてこれ、うん、やっぱ日本人考えたもんだね。だから要するに向きがすいません、向きを絶対水虫にならねえや。水虫にならねえ。草履履いたんですね。草履がね、草履いいですよね。草履ですよ。で今は何しろこういう履き方なんですか。あ、そうですか、そうだ。あ、わらじ、これわらじだ。わらじね。本当はこれ足袋を履かなきゃいけないんだけどね。足袋履くんですね。足袋を履くんだ。足袋を履いてやらないと、そう、あのこれ長時間歩いてると、あのすれきすれきちゃうやつ。これ行ってたまっちゃう。向きが逆だったよ。向きが逆だったよ。すいませんでした。まあそうやって昔の人は旅したけどね。でこれもね、その川の中に入るには絶対これは大丈夫なんだ。靴なんか履いてるやらないと帰って危ない。これだと言うと、ね、滑らねえんだよ。だからこれね、日本人というのはね、こう お米を取ったすごいかっこいい、ね、どっかの海外またジンベエだったからよ。そうだね、これがちょうどいいよ、このネックレスに。そうだね、縄文人だ。うわ、サバになってる、ね、サバになってる。いいね、これで街歩きしたらウケるかな、うん、ウケるウケる、ウケるよ。あぶね、今日はさ、そのファッションで行けないよ。それで上田橋やってみね。そうだ、今日上田橋。そうだよ。いいかもしれない。いいかもしれないね。宣伝でさ、買ってきな。